高間の原に佇まいますということで、なかなか大払いのことになります。お払いの道具である菅抜き、余す菅との伝統として、当社では、神職が、これを用いてお払いをするという、古実も残してございます。非常に大事な伝統があります。自我屋の草をそれぞれ持っていただきまして、一緒にお祓いに参加していただきます。こちらに向くんで、境内には祓い場に参入しております名護締め、死後、衣装を着た奉仕者、女性奉仕者が参加しております。ご案内いたします。本日は血の輪くぐりの神事でございますが、血の輪は全境内の中に全部で3箇所ございます。なお、血の輪の横には歌が書いてございます。昔の歌でございます。住吉の名護の祓いする人は人手の弱いノブというなり、このように書かれております。この歌を口に唱えてから血の輪を前によって名護締め保存会が結成され、奉仕者の選出、名護締め保存会の皆様にご尽力を賜りました。それでは神事の行列が参入してまいります。皆様お出迎えいただきますようによろしくお願いいたします。名護の祓い神事を再行いたします。次に宮司が問い、別儀を整えて血の輪をくぐり境内を巡行されました。人型カラシス、またグージーか神職、名護締めか神事奉仕者が出ずりを整えて大では続きまして、住吉神事、名護締め保存会、名護締め以下、死後、学人、金棒、これより巡行いたします。で、その後、三つの血の輪すべてくぐり抜けた後、第一本宮の礼祭。下まで置いてください。
まで置いてください。はい、はい、行列終わりました。どうぞ、下まで降りてください。下まで降りてください。諦めてる。あとすんじゃないか。